どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックの2020年度過去問について解説をしていきたいと思います。奈良は単独開催となりますので、皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問い1番です。医薬品の本質に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか、組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、ということで、第1章に入ってまいりました。皆さんどうでしょうか？第1章もですね、最初のこの医薬品の本質のところとかリスク評価とか、そのあたりのところよく聞かれてきますので、しっかりとですね、キーワードを確認していきましょうね。はい、ということで A なんですが、医薬品が人体に及ぼす作用は複雑かつ多岐にわたり、そのすべてが解明されているわけじゃなかったですよね。そうなんですよ。なのですべて科学技術が発達しているかといって、まだまだわかんないものたくさんありますので、 A は誤りです。はい、それから B です。人体に対して使用されない医薬品は、人の健康に影響を与えることはないよとあるんですけど、そんなことはありません。例えば殺虫剤間違ってかかってしまいました、飲んでしまいましたということもありますし、あとは検査薬のところでも、使って陰性症状出たから、じゃあ大丈夫だったなっていうところでお薬飲んだけど、実は、妊娠してましたとか、そうなってしまった場合には、間接的に害が出てきてしまいますので、なので、影響が出ちゃいますからね。なので B は誤りとなります。はい、そして C、D は正解となりますので、4番が正解となりました。では次行きましょう。医薬品のリスク評価に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選べと、選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、医薬品の効果とリスクは、薬物暴露時間と暴露量の積で表現される容量反応関係に基づいて評価されますよというところなんですけど、はい、このあたり大丈夫でしょうか？容量反応関係のグラフ、ここではですね、ちょっとあまり時間がないので説明することはできませんので、受験対策講座の方でですね、しっかりと表を書いておりますので、ぜひそのあたりで確認していただきたいんですけど、で、特に薬物暴露時間と暴露量、グラフありましたね。はい、それで、ここでは重要となるのが、積というところですね。はい、なので、この積をよく和っていうふうに引っ掛けていきます。積というのは掛け算のことですよね。和というのは足し算のことになりますので、和というふうに引っ掛けていきますから、今回この積は正解となりますが、こういったところキーワードを押さえておきましょう。なので、まあ、A は正解ですね。はい、それから B なんですけど、これも正解となります。そして C。動物実験で求められる 50% 致死量 LD50 は薬物の有効性の指標として用いられますよとあるんですけど、違います。何かというと、有効性というところが誤りです。LD50 というのは 50% 致死量になるので、薬物の毒性ですね。毒性の指標となっております。はい、ということで、LD50、リーサルドーズというふうに、略になりますけど、こちら、人に用いるやつじゃないですよ。今回この動物実験ってなってますよね。ここもよく人に用いるとかっていう風に引っ掛けてきますけど、人に用いて、50%、100人中50人亡くなってしまいました。これやばいですよね。なのでそういう引っ掛け問題も出てきますから、しっかりと文章、読み込んでいただいて、なんかおかしいなっていうところであればですね、気をつけていただきたいなと思います。はい、ということで今回は有効性ではなく毒性になりますので気をつけておきましょう。はい、そしてD ですが、人を対象とした臨床試験における効果と安全性の評価基準には、国際的に Good Laboratory Practice GLP が制定されており、これに準じた手順で安全な治療、治療量を設定することが、新規医薬品の開発に関する臨床試験、治験の目標の一つでありますよとあるんですけど、これ誤りですね。どこが違うかというと、今回これ、Good Laboratory Practice
GLP って言ってるので、ラボラトリーってラボって言ったりしますよね。こうなんかいろんなドラマとかでなんとかラボとかって言ったりすることもあると思います。で、そんなラボラトリーのラボというのは、実験室という意味がありますので、研究室とか実験室ですね。なので、研究室、実験室でやっているのは、人を対象とした臨床試験の治験じゃないですよね。そうなんですよ。動物実験に関する内容なので、今回臨床試験の、治験の目標の一つですよと言ってるのは、こちらはクリニカル GCP になります。はい、ということで前のホワイトボードちょっとまとめてみました。GLP、GCP のところでは、ラボラトリーなのかクリニカルなのかの違いです。ラボラトリーというのは先ほどお伝えしたように、研究室、実験室でやっている動物実験なので、非臨床試験ということで、人を用いたものではなく、そしてこちらの GCP のクリニカル、クリニカルクリニックとかそんなようなイメージしておいていただくと、あ、病院でということで、クリニカルっていうのは直訳すると臨床でとかなんかそういう意味になっちゃうんですよ。で、そのようなとこでは臨床試験っていうのは人に用いる、この研究になりますので、こちら GCP は臨床試験なんだなというところでは、非臨床試験なのか臨床試験なのか、人なのか人じゃないのかというところの違いをしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで、こちら、D のところですね、これ GLP じゃなくて GCP クリニカルというところになりますので、しっかりと気をつけておきましょう。あと他にもありましたよね、それ以外にも、GPSP とかそれから GVP とかあったじゃないですかね。 GPSP ポストスタディマーケット、ポストマーケティングスタディですよね。はい。なので、そのあたりと、それから GVP、ビジレンスでしたよね。なので、安全管理の基準なのか、それから、試験とか調査の基準なのか、そのあたりですね、もう一度、この略語ですね、全部で4種類ありますので、しっかりと確認していきましょう。はい。ということで、こちら、問2番は1番が正解となりました。では次行きましょう。問3番です。健康食品に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、B なんですが、機能性表示食品は、疾病に罹患していないものの疾病のリスクの軽減に役立つ旨を表示するものでありますよとあるんですけど、違いますね。これ何かというと、健康の維持及び増進に役立ちますよというのが機能性表示食品などになりますので、 B は誤りとなります。はい、ということで次 C、D は正解なので、でちなみに C なんですけど、この栄養機能食品も各種ビタミン、ミネラル、ここもよく引っ掛けていきますから、このキーワードね、確認しておきましょう。特に栄養機能食品に関しては、4章の別表のところに、各種ビタミン、ミネラルっていうのがありますので、ぜひそのあたりも確認していただくと良いかと思います。はい、ということで問3番は2番が正解となりました。では次行きましょう。問4番です。医薬品の副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選べなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、WHO の定義によれば、医薬品の副作用には疾病の、診断に用いられる医薬品により、発現する医薬品の有害かつ意図しない反応は含まれていないよとあるんですけど、いや、そんなことないです。これ副作用に関するので、有害かつ意図しない反応も含まれておりますので、 A は誤りです。はい、そして B は正解、そして C なんですが、医薬品の副作用を容易に異変を自覚できるものばかりですよとあるんですけど、そんなことありません。自覚できないものもありますので、なんか肝臓が気づかないうちにとかっていうこともありますから、自覚できないものもございます。はい、それから D、 一般用医薬品は通常重大な副作用を回避するよりも、その、使用による治療効果が優先されますよ。そんなことないです。重大な、副作用を回避することがとても大事なので、使用を中断してあげてください。ということで、D は誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解となりました。
はい、では皆さん大丈夫でしょうか。次行きましょう。問5番です。アレルギーに関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A は正解、それから B、 アレルギーは人体の免疫機構とは関係なく引き起こされる、いや関係ありますからね、なのでいやいやいやそんなことないよバーンみたいな感じで突っ込んであげてください。ぜひぜひね、関係なくじゃなく関係ありますよというところで B 誤りです。それから C、 基本的に薬理作用がない添加物はアレルギーを引き起こす原因物質とはならない、いやそんなことないです。ありましたよね、黄色4号タートラジンとかありましたよね。はい、なので、このあたりのところですね、添加物いろんなものがありましたので、ぜひぜひそのあたり、確認しておいていただきたいなと思います。はい、ということで C は誤りです。それから、D ですねは正解なので5番が正解となりました。では次行きましょう。問6番です。医薬品の不適正な使用と有害事象に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。 A、B、C、D 全部不正解なんですけど、 A、 一般用医薬品には習慣性依存性がある成分が含まれているものはないよ、そんなことはありませんでしたね。乱用医薬品というのが、これ第3章第4章のところでも出てきたと思いますので確認しておきましょう。はい、それから B、 小児の容量が指定されていない場合、成人の容量の半分以下を服用されれば有害事象につながる危険性はないよ、そんなことありませんでした。なので15歳未満使っちゃいけないようなお薬ありましたよね。なので B は半分にしてでもですね、そんなことはありませんから B は誤りです。はい、それから C、 医薬品の販売等に従事する専門家は一般用医薬品を必要以上に大量購入しようと、試みる不審な購入者であっても、購入者の希望通りに、ごめんなさい、笑っちゃいますね。購入者の希望通りに、販売する必要がある。そんなことないです。不審な購入者。いや、ダメですよ。ね。なので、希望通りじゃダメです。いや、何に使うんですかと聞いてあげてください、ちゃんとね。はい。ということで C は、誤りとなります。はい。そして D。疾病の根本的な治療がなされていないまま、一般用医薬品を使用して、症状を一時的に、緩和する。対処を漠然と続けていても有害事象を招く危険性が増すことはないよ、そんなことないですよ、危険性増しちゃいますから、D は誤りとなります。ということで5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問7番です。医薬品の相互作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A なんですが、風邪薬などでは成分や作用が重複することが少なく、通常これらの、避ける必要はないよとあるんですけど、そんなことないですね、重複することありますので避けてあげてください。 A は誤りです。 B、C は正解。そして D、 医薬品の相互作用は医薬品が吸収される過程で起こる場合があるが、排泄される過程で、起こることはないよ、そんなことないです、起こる場合もありますので D は誤りということで3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問8番です。医薬品と食品との飲み合わせに関する記述のうち正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A、 アルコールは主として肝臓で代謝されるため、アルコールをよく避けるよ、よく摂取するものではその機能、代謝機能が低下していることが多いですよとあるんですけど、そんなことないです。アルコールをよく、飲む人っていうのは、いや疲れて低下してるんだったらいいんですけど、よく飲んでる人、通常の人であればですね、肝臓の機能は、これ低下じゃなくて増加、高まっておりますので、なので A は誤りです。はい、それから B、 外用薬や注射薬は食品によって医薬品の作用や代謝に影響を受けることはないよ、そんなことないです、影響を受けることがありますので B は誤り、そして CD 正解なので4番が正解でした。では次行きましょう。問9番です。次の記述は使用上の注意における年齢区分に関するものです。括弧内に当てはまる軸として正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、答えは4番が正解となりました。はい、大丈夫でしょうか。ちょっと書いてみました。乳児は1歳未満、幼児は7歳未満、小児は15歳未満ということで、乳児はお乳を飲んでる子供とイメージをしていただければ、あ、1歳前後、あ、1歳未満なんだなと思ってください。
そして、幼児に関しては7歳未満、7歳というのは何ですかね、幼稚園に通っているお子さんは7歳未満になりますので、幼児な子供ということで、幼稚園というところでイメージしておいていただくと良いかと思います。はい、そして、小児については、小児科に行ける年齢、中学生までは行けますけど、高校生まではかなり厳しいです。ただ、ずっと小さいうちから通ってたというのであれば OK なんですけど、高校生で初診で行った場合はですね、主に内科の方に通されますので、小児科というところでは、ぜひぜひ15歳未満、中学生の、ところなんだなというところで思っていただくとイメージしやすいかなと思います。はい、ということで、このあたり大丈夫でしょうかね。はい、では次行きましょう。最後、問い10番です。小児が医薬品を使用する場合に留意すべきことに関する記述の整合について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解です。A、B、C、正解です。D、小児は、血液の横貫門が未発達であるため、吸収されて循環血液に移行した医薬品の成分が脳に達しやすいです。達しにくいですよとあるんですけど、達しやすいです。血液脳関門というのは脳に悪いものもが行かないようにするために、あるところでした。なので、ここがまだ未発達ということは脳に悪いものがどんどん行ってしまいますので達しやすくなっちゃいます。はい、であと飛ばしましたけど、例えば腸、大人と比べて腸はどうですかということで、長いんですか短いんですかという単純な長さではなく、ここではですね、体の大きさに対してどうですかって言ってるので、そこのところは、体の大きさに対しては子供の場合は腸が長くなってきますから、そのあたり気をつけておいてください。そして、腎臓や肝臓ですね、腎肝ですね、肝腎ですねの、機能がどうなっているのかっていうところではやはりまだ未発達なので、分解とか、代謝ですね、代謝とか排泄とか、そういったところが通常の大人よりもですね、やはりまだ未発達なので体に残りやすかったりしますから、そういった意味では効き目が強く出たりしますので、その点も十分に気をつけておきましょう。はい、ということで問10は1番が正解となりました。はい、ということで、皆様どうでしょうか。基本的なところが、まだまだ多いです。なのでまずは基本的なところ、しっかりとですね、基本的なところ何度も何度も過去問やっていただくと、何度も出てくるようなところを押さえていただければ確実に点数つながっていきますので、ケアレスミスないようにしっかりと頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、下の概要欄にありますので、登録していただきますと質問などお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。